占いの先生にね、いやあなたね、地頭いいね、言われたんです。地頭の地のところがちょっと気になったけど、地頭はいいねって言われたの。だからみやこもしかして IQ 高いのかなってずっと思ってたわけ。だから今日それがね、証明できんのかなって思ってます。いや待って、これどんな感じのそれヒントあるのかちょっと見てみていい？はぁ、わかってんだけど！わかってんだけど、それは！え、マジ？ちょっと待って、このレベルのさ、ヒントだったらみやこ積むよ言っとくけど、申し訳ないんだけど。優しくない？ハム。これ言ったかもしんねえ、みんな。ハムスターじゃない？立ち、え、待って、これフライパンは硬いのはなぜみたいな、そんなぐらいのレベルじゃん、これ、マジで。そんな感じなの？サシス。ハムスター。これ合ってんじゃねえか。ピン。お、やべえ。おっぱいがたくさんある。待って。おっぱいの可能性マジである。多分8個あるぞ、今の、あの3。今の3多分8個ある。で、おっぱいなんじゃないの？ちょっと待って、わかった。待って。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、10個あるわ。何を言ってんの？あの、このさ、これが、こうみんな、わかる？こう見ると、こうすると、おっぱいでしょ？完全に。乳首がナーフされてるおっぱいに見えるでしょ。逆に垂れてるおっぱいに見えるでしょ。だから、8個あるんだったら完全におっぱいだと思ってたの。そうじゃないんだね。おの周りを3が囲んでます。お、周りさん、お周りさん。おい、10個はどこに行ったんだよ。ねえ。いい丸。ちん。チーマル？チーマル？チー待って、これで合ってたらちょっとこのゲームちょっとあれかもしんないけど、え、マジでワンチャンと思ってやっていい？乳首。乳首じゃない？だって丸い丸の真ん中に血があった。乳首。違うか。違う。乳首にしか見えないよね、もう。乳首にしか見えないよ、だって。真ん中にあるんだもん。え？ちーまる。ちーまるって、ちーまるって隠語？みんな。違うよね、さすがにね。さすがにね。
ミコの頭おかしくなる。ミコの頭おかしくなる。コロコロコミックスになってる。ミコの頭の中。もうなんももうやめてよ。もうそういう言葉しか出ない。もうそういう言葉しか出ない。もしかしてこう地球とかいう。地球とかいうさ、めちゃくちゃ悲しい答えだったりしないよね。違う。ちょっと、みんな教えろ、教えろ、どういうこと？縁に、あ、縁日？お前ら天才かよ。ミコが答えてどの答えもさ、正直さ、こう答えでもよかったレベルだよね。地球とかさ、だって球だもんね、玉だもんね。だって地のところはやばかった。乳首ね。でもあれワンチャン乳首でいいだろうと思うよね。なんかダメだったかもしんないけどさ、